ナイジェル・ジョン・テイラーは、ベーシスト、またニューウェーブバンドであるデュラン・デュランの共同創設者として最もよく知られているイギリスのミュージシャン、また俳優である。デュラン・デュランは1980年代に初期の MTV で繰り返し放送されていた革新的なミュージックビデオが世界中で有名となったグループの一つである。テイラーは、 デュラン・デュランが結成された1978年から1997年にグループを去るまでソロレコーディングや映画の仕事に専念した。彼は自社トラスト・ザ・プロセスを通じて4年間にわたって12曲のソロリリースを録音し、映画シュガー・タウンでは主役を務め、また6作の他の映画プロジェクトにも出演した。 彼は2001年、5人の初期メンバーの再会のために、再び、デュラン・デュランに加入し、それ以来グループでの活動を続けている。テイラーはまた、スーパーグループのうちの2つ、パワーステーションとニューロティック・アウトサイダーズのメンバーでも、あった。ジョン・テイラーは、イングランド、バーミンガム郊外のハリウッドで育った。子供の頃、彼は、アワーレディ・オブ・ザ・ウェイサイド・カトリックスクールとレディッチの、 アビー高校に在学しており、重度の禁止のため、メガネを着用していた。彼は、ジェームズ・ボンドの映画を好み、趣味は、手塗りの兵士での戦争ゲームであった。10代の初めに、彼は音楽を発見し、ロキシーミュージックをお気に入りのバンドとしてあげ、やがてレコードを集め、独学でピアノを学んだ。彼の初のバンドは、ショックトリートメントと呼ばれた。 1978年、テイラーと学校の友人ニック・ローズは、バーミンガム工芸学校に在学している間、スティーブン・ダフィーと共に、デュラン・デュランを結成した。間もなくしてテイラーはメガネを外して、コンタクトレンズを装着し、醜いアヒルのこのような変身を遂げ、ニューローマンティックスタイルとして知られるようになったフリルと、サッシュのファッションを取り入れ、アイライナーと口紅をつけることを覚えた。 ナイジェルという名前の使用をやめ、プロとしての経歴の間ジョン・テイラーの名で知られている。デュラン・デュランが結成された時は、テイラーはギターを演奏していたが、シックのファンキーなリズムに出会った後に、ベースギターへと切り替え、そしてデュラン・デュランの新入ドラマーのロジャー・テイラーとのリズムセクションで楽しんで演奏することを学んだ。彼は、シックのバーナード・エドワーズとザ・クラッシュのポール・シムノンを、 自分に最も影響を与えた人物として挙げているが、それに加えて、ポール・マッカートニーや、ジェームス・ジェ・マーソン、ロキシー・ミュージックの演奏者であるムレアム・シンプソンと、ジョン・ポーターも参考にしていた。デュラン・デュランは1981年に初のアルバムをリリースし、1980年代、初めには世界的な成功を収めた。デュラン・デュランの初期の音楽は、 グッドタイムズのようなファンクやディスコの音楽をモデルとしたテイラーのメロディックなベースラインを顕著に出す傾向がある。俗説に反してテイラーはバンドエイドのチャリティーシングルである Do They Know It's Christmas でベースを演奏せずそのベースラインはオスカーシンセサイザーで演奏された。1980年代初めデュラン・デュランが有名になるにつれてテイラー個人も有名になっていった。 彼の写真はティーン向けの雑誌では定番となり、彼はピープルマガジンの最もセクシーな男性の年間リストに掲載されるなど多くの人気票を勝ち取った。彼はロンドンやパリの家で贅沢なライフスタイルを送り、あまり車を運転する機会がないにもかかわらず、彼がいつも夢見ていたボンドスタイルのアストン・マーティンを含む何台かの車を所有していた。 彼は、ボンドガールのジャニー・アンドルーズや、1980年代の顔であったレニー・シモンセンなどのファッションモデルたちとデートした。1985年、ジェームズ・ボンド映画、007美しき獲物たちの主題歌でトップチャートに上ることとなるシングルの収録を終えた後、デュラン・デュランは2つのサイドプロジェクトに分裂した。ジョン・テイラーとアンディ・テイラーは、 シックのドラマーだったトニー・トンプソンや1983年にアストン・ビィラ・サッカーグラウンドで開催されたデュラン・デュランのチャリティーコンサートで出会ったことのあった歌手ロバート・パーマーと一緒にバンドパワーステーションを立ち上げた。プロデューサーのバーナード・エドワーズの下でアルバムをリリースしたパワーステーションはサムライク・クイット・ホットや T-Rex のカバー曲であるゲットイット・ o ンなどといった ヒットシングルを生み出した。その年、テイラーはまた最初のソロ活動を開始し、映画、ナインハーフサウンドトラックからのシングルである、I Do For What と、I Do のレコーディングをした。彼はまた共同開発者、ジョナサン・エリアスと共に、映画の楽曲のスコアを書いた。アンディ・テイラーとロジャー・テイラーが、デュラン・デュランを脱退したが、3人の残ったメンバーは1986年の、アルバム、 ノトーリアスを発表し、新しいギタリストのオーレン・ククルロと共に1990年代までツアーを行った。副業としてテイラーは、アリソン・アンダースの映画、ミビーダ・ロカで使われた何曲かのサウンドトラックを含む、かなりの量の未発表のソロ曲のレコーディングを行った。1991年12月24日、テイラーは19歳のアマンダ・デカドネと結婚した。 彼女はすでに彼の子供アトランタを妊娠していた。彼は英国のタブロイド史から逃れ、妻の女優としてのキャリアを守るためにイングランドからロサンジェルスのカリフォルニアに移住した。ちょうどデュラン・デュランがザ・ウェティング・アルバムの名で知られている1993年代のアルバムデュラン・デュランの成功によって人気が上昇した時であり、テイラーの結婚はうまくいかなかった。 1994年後半、テイラーは薬物乱用の治療を求めて以来、シラフを保っていた。1995年3月、彼とでドネは離婚した。デュラン・デュランの成功は1995年に広く批判されたカバーアルバムサンキューで急速に衰えた。アルバムツアーに続いて、デュラン・デュランは1995年夏の大半をロンドンで過ごし、アルバム メダザランドの制作に取り組んだ。同時に、テイラーはもう一方のニューロティックアウトサイダーズのプロジェクトに時間を捧げ、1995年末から1996年の初めにかけてレコーディングとツアーを行った。1996年、テイラーはプロデューサーのハイムホーベンと共に、インディペンデントのレコードレーベルのビーゴレコーズを共同設立した。 ビーゴレコーズはもともとハインの自宅のレイクハリウッドで始まったが、しかし最終的にはサンタモニカの最先端のスタジオに移され、海のビーゴと呼ばれた。このレーベルにはカピルマートゥルによって作られた最先端のウェブサイトがあり、ビーゴスタジオを仮想的に旅し、訪問者が仮想環境でモバイルアバターを利用してテイラーとハインと交流することを可能にした。 B5 で、テイラーは初のソロアルバムである、Feelings are Good の歌とギター、ベースの演奏をし、セックスピストルズのスティーブ・ジョーンズとコラボレーションをした。自家製のアルバムは通販で販売されており、またウェブサイト経由でも直接 CD を販売した。音楽とボーカルは荒削りで未熟であり、デュラン・デュランよりも全体的にグランジやパンクミュージックに似ているが、歌詞には、 テイラーのカオス的な人生とデカドネとの離婚が反映されていた。彼は1996年後半にパワーステーション再始動のためのアルバム作りに参加したが、個人的な問題によってプロジェクトから撤退し、バーナード・エドワーズと共にベースを録音し、雇用されたベースプレイヤーとツアーを続けた。デュラン・デュランのクリエイティブな違いが広がり、彼はロサンジェルスへ移住し、 ソロ活動に専念したいという願望もあって、バンドでの自分の役割を再考した。1997年1月、彼は、デュラン・デュランのファンイベントの際にバンドを離れることを発表した。彼は、間もなく、B5 レコードでの自身の作品をレコーディングし、オートダイダクト、フィーリングス・ア・グッド・ EP をリリースし、よりカナダの大きいレベルのリラクリコーズによって再リリースされた。 B5 はそれからテイラーと何人かのロサンゼルスの地元アーティストによるロキシーミュージックをリメイクしたドリームホームハートエ a r X リメイキングリーマドリングロキシーミュージックという名のトリビュートアルバムを発表した。ハインが会社を辞める前にレーベルは LA カルテッド3アラームファイヤーのサブアシッドスイートソングズアルバムを制作した。その後 B5 レコードと大いに簡略化されたウェブサイトは トラストザ・プロセスに名前を変え、他のことを開発するのではなくテイラーのソロ活動を促進することに専念した。1997年から1998年の間にテイラーはジョン・テイラー・テロリズムと呼ばれるバンドを作り、そして米国の東西海岸でのツアーの前に南カリフォルニアで多数のショーを演じた。テロリズムはライブ EP である5.30-98 トラストザプロジスのウェブサイトを通じて、付属のビデオである、ベター・オフ・アライブをリリースした。9.11の後、テイラーは、テロリズムというバンド名を使用しないと発表した。テイラーはまた演技への思考を持ち始めた。アリソン・アンダースとの長い友情は、彼を1998年の独立系の映画、シュガー・タウンの主役に導いた。彼はまた数年後にはいくつかの他の映画や、 テレビ番組に脇役で登場した。1999年にテイラーは以前作っていた2枚のアルバムをリリースした。最初のレジュメは1985年に映画ナインハーフのサウンドトラックの制作のためにジョナサン・エリアスとセッションしていた未発表曲で構成されていた。二つ目のメルトダウンは1992年テイラーがデュラン・デュランの ザウェティングアルバムの制作が大幅に遅れている中で、テイラーが1992年に発表したトラックのコレクションであった。テイラーはヒップホップの影響のアップビートのダンスエレクトロニカと述べており、歌詞の一部はデュラン・デュランのライフスタイルと彼の不満を明らかにしたものである。彼はその時期にバンドを脱退間近まで行ったが1993年の オーダナリーワールドとカムアンダーンの突然の成功に助けられたと述べた。1999年後半テイラーは日本のレコード会社エーベックストラックスと契約を結びシンプルにジョン・テイラーとラベルされたアルバムをカバーしたが彼の公式なディスコグラフィにはザ・ジャパン・アルバムと記載されている。ジョン・テイラー・テロリスンは日本、ドイツ、アメリカでより多くのツアーをした。 トラスト・ザ・プロセスウェブサイトは日本限定版の付属の EP をリリースし、その後、同年中のテイラーのライブパフォーマンスの未修正の録音をフィーチャーした海賊版アルバムのライブカッツをリリースした。彼は2000年にアベックスでレコーディングを続け、2001年の初めにテクノ・フォー・オー・ツーをリリースし、それは非常に個人的な曲で満たされた意識的な非テクノアルバムであった。 その直後デュラン・デュランの再結成のために始まった話し合いによりテイラーは過去5年間の彼の発展を実証するリトリート・イン・トゥ・アートと呼ばれる解雇的なパッケージをデザインすることを決めたサイン入りの999箱の限定版には2枚の CD に加えポスター、ポストカード他が入っていたサインされた箱が完売した後2枚組 CD のセットは 独自に販売された。テイラーの最後のソロリリースは、デュラン・デュランが再結成した後に完成した2002年にリリースされたメタフォーコレクションであった。アルバムは4テーマ別のセクションに分かれている。最初のものには1992年の映画、ミビーダー・ロカのために作られたインストゥルメンタル音楽を含んでいる。2つ目は、テイラーの初期のソロキャリアの中の様々な 未発表ライブパフォーマンスが収録されている。3枚目には音源やデモが含まれている。最後のセクションでは1998年にハリウッドで参加したミュージシャンズインスティチュートでの17分の質疑応答が含まれている。2012年10月にインザプレジャーグルーヴ・ラブ、デスデュラン・デュランという自伝を発表した。2013年にはライターオブ、 トリートメント団体はテイラーに彼の業績を称える経験、強さと希望賞を授与した。2000年、テイラーはロサンゼルスの自宅でデュラン・デュランのオリジナルラインナップでの再結成の可能性についてサイモン・ルボンに持ちかけられ、彼は他の二人も同様に合流するという意思があるならば、そのアイデアに対して意欲的であると伝えた。合意はすぐに得られ、そしてテイラーは 右腕の上側にリンクされた D の文字の大きな入れ墨を入れることによってバンドへの彼の新たな関与を実証した。2003年に日本で大変成功を収めたツアーを終えた後エピックレコードで契約を結び2004年10月にアルバムアストロノートをリリースした。彼らは次の新しいアルバムの作成に取り組むためスタジオに戻る前に2005年の前半はツアーをして回った。 2006年10月にギタリストのアンディ・テイラーが再びバンドを脱退し、このセッションの録音はバンドが有名なプロデューサーのティンバランドと仕事をする機会を得た際に除外された。その結果できたアルバムレッドカーペットまさか美しきシンクは2007年11月にリリースされた。そのリリースを祝うためにバンドは2008年の世界ツアーで ニューヨークのブロードウェイで10回の特別公演のためにアルバム全体を演奏するという前例のない一歩を踏み出した。2006年、ジョンとニック・ローズはオンリー・アフター・ダークと題したコンピレーションアルバムに協力した。2010年12月、バンドの通算13作目となるスタジオアルバム All You Need Is Now を自身のレコードレーベルであるテープモダンでリリースした。 最初に短縮バージョンが iTunes で配信され2011年3月から店舗販売が開始された。2013年2月に彼は Music クレ a d ー r ーでの最高のベーシストの票を獲得した。ありがとうございます。